新体操ギリシャチームの団体演技2000年、シドニーオリンピックの体操競技は2000年9月16日から9月25日までの日程で実施された体操。体操競技は男女合わせて14種目、新体操及びトランポリンはそれぞれ2種目が行われた。なお、トランポリンは今大会から正式種目として実施された。男子個人総合では、 前回銀メダルのアレクセイ・ネモフが首位を独走し、そのまま優勝を果たした。男子団体総合は、中国が初優勝した。中国は、直前にメンバー変更を行い、釣り輪のスペシャリスト等身が、代表を知する東南大戦を重んじたことが功をそうした。男子種目別では、床のイゴール・ビフロフが同国史上初のアンバのマリウス・ウルジカが、 同国の男子体操史上初の金メダルを獲得した。女子団体総合は、世界選手権を4連覇していたルーマニアが優勝。女子個人総合では、アンドレア・ラドゥカンが当初は、金メダルを獲得したが、ドーピング違反が発覚し、白奪同じルーマニアのシモナー・アマナールが、繰り上がりで、金メダルを獲得した。ルーマニア女子の個人総合優勝は、ナディア・コマネチ以来24年ぶり。 なお個人総合では、跳馬の高さが規定と異なるミスがあり、該当18名中5名の選手が演技をやり直した。優勝候補の一人だったスベトラーナホルキナはこの、跳馬のミスが響き11位に終わった。金メダル候補だった1999年世界、新体操選手権優勝者のアリーナカバイワが、フープが場外に出てしまうミスを犯し銅メダルに終わった。優勝は、ロシアの2番手、 ユリア・バルスコアであった。今大会から採用され、男女の個人が実施された。体操競技女子個人総合では、ルーマニア勢が表彰台を独占したかに見えたが、金メダルを獲得したアンドレア・ラルカンが薬物検査で陽性を示したため、メダルが剥奪された。ルーマニアの女子選手は抗議のため、9月26日に行われたエキシビジョンを全員がボイコットした。 体操競技女子団体総合に出場していた中国の十方田大空に2008年になって年齢詐称疑惑が浮上した2010年2月26日に国際体操連盟が年齢詐称を認定したことを発表し国際オリンピック委員会へ中国の女子団体の銅メダル剥奪を韓国2010年4月28日に国際オリンピック委員会が 中国の女子団体の銅メダルを剥奪した。なお、同国の洋蜘蛛にも年齢差小疑惑があったが、証拠不十分のため警告処分に止まっている。男子女子、ありがとうございます。